はい、こちらね、今、難波のね、小田ロード周辺で売られているね、ガチャガチャの、32分の1ホンダスーパー株コレクション。こちらね、もう皆さん当然ご存知だと思うんですけど、ものすごい売れているのとね、少しちょっと残念なのが、またそれは後で言うんですけど、こちらね、全5種で300円。でね、こちらブックレットのね、この、ちょっと待ってくださいね、ブックレットのね、ラインナップの方が、こちらの方になっております。スタンダードイエロー。こちら、スタンダードベージュ。こちらがね、スタンダードベー、ペールグリーンですね。ごめんなさい。でね、こちらが、荷物の台付きね、荷台付きのペールブルー。こちらがね、最後の、おかもちバージョンのブルーですね。こんな感じになっております。これね、全部ね、いいんですよ。結構ね、株マニア、株のね、こういう、ガチャガチャとかね、あと、トミカとかの集めてる人が多いんですけど、僕もそうなんですけどね、株はね、なんであろうと結構揃えてるんですけど、これね、ちょっと残念だったのが、もう一回開けたんですけどね、これ開けてね、こちら見せるんですけど、これね、最初から折れてたんですよ。こちらわかります？ちょっと待ってくださいね。こちらね、こういう感じなんですけど、残念なことにね、せっかく出来がいいのに、まあ雰囲気だけでもね、ちょっと待ってね、これね、こんな感じなんですけど、ちょっと待ってね。多分ね、これね、折れてると思うんですよ。こんな感じね。はい。めちゃくちゃ可愛いんですよ。出来もいいですしね。ちょっと残念なのが、今言うと、ほら、これね。もう、でもこちらね、メーカーさんに電話したら、交換してくれるみたいでね。送料もね、あっち持ってくれて、交換してくれるということなので。よいしょ。こんな感じですね。こちらのね、マフラーの部分とか、このね、タイヤのね、とことかね、ものすごい再現されていて、これね、荷物の台とかね、これをね、またマッチするね、サイズのフィギュアをね、乗せて動画投稿とかしてる人もいるんで、こちらね、ものすごい今回ちょっとこの残念なことになってる以外の状態だったら、出来が素晴らしいんでね、ぜひみんなも買ってあげてください。僕の子たまたまなんですよ。メーカーさんもね、わざとしたわけじゃないのと、ほんで、ひょっとしたらこの、どうやったらいいんですかね、ガチャガチャのね、玉を突っ込んだ人が、行儀悪い状態で、勢いよく入れて折れたのかもしれないしね。まあでも、メーカーさんはね、全然ね、あれやこれや、ごちゃごちゃ言わずにね、送ってくだされば、交換してくれるって言ってくれましたので、皆さんもね、もし何かがあったらね、ここのサービスセンターっていうのがあるんで、そこにね、迷惑のかからないようにね、これ電話したらね、ちゃんと対応してくれますので、まあね、もしよかったらね、また僕これもね、どんどん買ってね、すべての色を、揃えていきたいと思いますので、また、よかったらね、みんなも買ってあげてください。これね、
私のね、また動画がね、いいと思ってくださった方で結構なんで、私のね、動画の方もね、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。